第一ハウジング相原と申します。音声で案内をさせていただきます。当該物件は小田原市西田川の賃貸マンション第二メゾン越崎でございます。当該物件の場所は同一エリアに3つのマンションが建っているという形なんですが、非常に住環境が落ち着いていて生活利便性の高い場所という形になりますね。ドラッグストア、小学校、コンビニも徒歩圏、加えて鴨宮駅、東海道線、今湘南新宿ライナーありますので、新宿池袋上野方面も含めて一本で行けるという好立地ですね。建物は昭和62年築の鉄筋コンクリートの4階建てマンション、間取りは 3DK となります。今正面の方に歩みを進めています。いや、ずいぶん建物の影になってるじゃないか。これ今正面見えてる方は北側なんですね。太陽が正面に映っています。なのでメインのバルコニー方向南側に関してはもう太陽がさんさんと降り注いでいるということ自体が分かっていただけると思います。あと賃貸の物件見るときにですね、見ていただきたいもの、こういう防犯カメラがあるかという部分のステッカーも含めて、自転車ですね。自転車にお子さん乗せる格好がある自転車が多いのか、そして高級の自転車が多いのかということに至りですね、住まれている方の、言葉をはっきり言ってしまうと生活水準が分かってくる。そして駐車場に停まっている車種を見ると、国産車が多いのか、ファミリー車が多いのか、外車が多いのか、軽自動車が多いのか、そしてスクーターが多いのか、スクーターが、ちょっと独特なカスタムかななんていう場合なんかも分からないです。そういう部分で自分の乗ってる車、車種、自転車なども含めて同じような形態があればですね、同じような生活水準という形も分かっていただけるという形ですね。小田原あたりはまだ田舎なんですけど、横浜あたりだとそういうものを見て賃貸決めるという方もいらっしゃいます、ね。隣にこういう川が流れていて、お住住環境が整っているということもあると思いますね。もう周りも見てもですね、非常に住宅街ということ自体がしっかり分かっていただけると思います。では建物のですね、西側を歩いて、西側ちょっとこんな感じでね、芝生みたいな感じになってますんで、そういう形ではユーティリティスペースが整ってなってんで、ちょっと高台なんですよ。だから余計日当たりがいいんですね。昭和地区の建物どうこうということを言いますけど、昔から建っているということは、日当たり条件がいい場所に昔から建っているということも逆にある。見てください、この。しっかり日が1階から4階、ちょっとこう高さがあるんで1階もしっかり日が当たるなってことも分かっていただけたと思います。今回は4階のお部屋、なおさら日当たり日照眺望がいいお部屋をちょっとご紹介ねできればなと思っております。もうこれだけしっかり日が当たると洗濯物干せそうですね。さあ、建物入ってまいりました。トラディショナルスタイルの形の玄関スタイル。このお部屋に関してはシューズボックスもない形ですね。逆にない方がですね、シューズボックスと傘立てという形のものが限界サイドを置かなきゃいけないシチュエーションになりますので、そういうものもレイアウトしやすいかもしれませんね。さあ、左にターンしまして、まずは DK の方に入ってまいります。これもしっかりしたスペース感、8畳です。年代的に昭和地区の形、広さはファミリーサイズことであればですね、平沢さんにもあるんですが、こういう非整形になるケースというものが多いです。今の LDK っていうのは整形にした方がという考え方があるんですけど、当時は DK というよりも居室に重みを置かれてたんですね。なのでこういう形でまず居室の間取り作って、空いたスペースに DK を配置する。 DK ということであるとリビングでないんで、大型テレビ、そしてソファーセットという考え方は当時はないという形ですね。さあ、モニター付きインターホン、こんにちは。こういう部分はちゃんと今の生活に合わせるようなシチュエーションになっているわけです。こうやってね、手袋を買いました。実はですね、コメントでですね、なんか手袋汚れてませんっていうコメント、もう私もそうだなと思いつつ使ってしまってですね、無償してしまいました。1ヶ月使ってないんですけどね、逆に言うと賃貸も売買もそのぐらい室内結構汚れているっていうことなんですね。今汚れた手袋の方はハイターでちゃんときれいにしております。さあ、収納です。この収納高さがない、当時はこれで掃除機が入ったと思うんです。今はですね、令和時代は掃除機はスティックタイプ主流ですんで、なかなかこのスペース感って形になってしまうということです。でもう一つ昭和感の特徴というと、このインサイドスタイルのキッチンなんですね。当時はやっぱり煮物したり油揚げたり、匂いがだいぶ外に行くでしょ。
だったらキッチンはインサイドでしょっていう考え方が主流で、これがいわゆる人気でした。シンクのサイズ感というのはね、今に比べたらそんなにというものが、これも広い方です。幅も奥行きも、まあ、深さもある形。そしてこれです、ガス栓がもう一個あります。なんでこれにガス栓があるか、ガス栓でつなぐ炊飯器っていうのは当時流行ったんですね。これ決してまな板置く場所ではない、炊飯器置く場所という形もあって、あそこにガス栓があるんです。下の形状もね、きっちり、ここはあんまり年代変わらない形になってますけどね。で、こちらは都市ガスを使われております。そしてガスキッチン、ガス代はハードフトで1万円と、まあこの台、調味料置きだったりコップ置きになったりするスペースね、こういうのも、ね、当時を思わせます。上にそれ以外に関してもコップ置き、なんでコップ置きをこうやって置くかっていうと、洗い物自体をここに置いて乾燥させるというイメージも正直ありました。上部の棚自体に関しては変わらない。これもね、近代なかなかという感じの考え方ももちろんあるんですけどね。さあ、都市ガスのステッカーの方を見ていただいて、タイル張りの部分ですね。そして正面のグリル、強弱という形の2つですね。そしてグリルタイプのもの、これは最近分かったんですけど、このグリルタイプだとですね、やっぱりシートを引いて油飛び跳ねを、ね、防がなきゃいけない。新しいのは1枚板でママレボン等で拭けるという形も分かっています。さあ、冷蔵庫チェック、コンセント、壁面にないんですよ。ご覧の通り。これがやっぱり年代的なところです。じゃあ、コンセントはというと、今下に散らる、この位置、下の位置の方、今カメラが持っていきます。ここにコンセントがあります。やっぱりこういうところもですね、当時の感じがあります。いや、そうすると設備が古いから悪いんじゃないかって言われる方いらっしゃいます。違います。実はですね、最新の設備の方は使いづらいという世代が実際いるんですね。その言葉に付随するように、こちら和室が6畳2部屋半なの続いている形ですね。和室がいいとお客さんもいるんです。この背中今収納背負ってますが、もう今の近代だとクローゼットの方が、いや、クローゼットは奥行きがない。こういう形でハンガーかけられて、そしてカレンダー、ポスター貼れるよ。収納もこの深さがあるからいいよ。なぜなら布団を入れてるからって方いらっしゃいます。これガラスの部分なんかもね、当時の感じがあるんですけど、そういう部分でこの間取りが古いから、設備が古いから悪いと一概にお考えになる方結構いらっしゃるんですけど、こういう物件はむしろ使いやすいまでであることは事実なんですね。あからさまにサイトなんかでですね、年代で昭和地区なんかなしなんて方いらっしゃいますけど、こういう形で有料物件は実際あるわけです。それを表すこのバルコニー見てください。このはもうはっきりした分かりやすい日曜4階。これは、そしてこの眺望感です。薄くなんですが、これ海眺望まであります。この抜けた眺望感っていうのは変わり映えがありません。洗濯物を干せるということじゃなくて、当然プライバシーの問題もある。そしてやっぱり、この開放感、通風があるということに関しても、今の時代すごくいいと思うんですよね。こういう物件、こういう立地がいい物件というのは、令和時代にはもうすでに建物建ってますから、特に昭和の後半期時代だったり、平成の前期時代にはこういう立地がいい物件というのは結構ゴロゴロあるんですね。で、勤めて金額賃料等はですね、当社ホームページに掲載してますけど、値段を考えたら意外にこれいいんじゃないっていうケースになるケースは実は多いです。さあ、続きの和室6畳です。こちらの和室は押し入れという形になっています。もう一つ和室の方がいいという説明をするとですね、大抵今この和室を洋室に変える原因って、皆さんなんで洋室に変えたいか分かりますか？理由は単純で、この畳のメンテナンスがオーナーさんがお金かかるからなんですね。ということはですね、転倒した時に怪我しないとか、吸湿効果がある、今コロナ時代ですからね、空気清浄性能もあるんです。だって自然で作ってる、草でできてるわけですからね。そういう部分で今の時代の方に関しては畳の方が住環境むしろいいっていう場合もあるわけです。まあそういう部分、まあオーナーさんの管理という部分もあって洋室にしてしまうんですが、こういう深さのある収納、ベッドを置くとしたともしてもですね、これだけ深い収納が1軒分あるということは有能になるわけです。3枚襖でございますね、こういう形でしっかり部屋は確保できるわけで、深さ、高さもしっかりある、上、中、下段の収納スペースがこれだけ確保されているというのは好印象になるわけですね。よく言う話なんですけど、住んでしまうと意外に住めちゃうっていうのがこの時代のサンディー系スタイル。
2人住まいだったら12分じゃないのという形になるわけですね。さあ、障子を開けまして玄関方向に戻らせます。玄関の正面側の様子のお部屋になります。部屋差は 5.5 畳ぐらいのスタイル、あ、ごめんなさい、 4.5 畳ですね、失礼しました。 4.5 畳スタイルという形になります。1畳足らないのにクローゼット収納があるから、まあ 5.5 畳が 4.5 畳になっているよということですね。まあ、お子様の部屋にするのか、もう一層のことここを S と考えて 2SDK という考え方っていうのもあると思います。まあ、こちらの方も当然カレンダー掛け、ハンガー掛け、ポスター掛けという形のですね、そういう形のものもちゃんとあるよという形ですね。収納もですね、両開きスタイルですけど、しっかりした収納、後ほど中開けて中の方もご覧いただこうと思っております。しっかりした奥行き感、実際この部分もツンクチェック、シングルベッドを置いた場合どこに置きますか、残ったスペースどのぐらいかということも確認できます。収納ですね、上の方に、バーがある形という形でクローゼットスタイルとなって収納、下に透明の収納ボックスを入れたとしてもちょっとね角が削れてますけど、そういう分には収納が十分あるよということです。そして北側にもバルコニーがある、要は産室居室すべてバルコニーサイドという形。こちらは今富士山雲かかってますけどね、これもはっきり見えます。小田原と富士山の眺望に関しては私動画も上げてますのでね、合わせて見ていただければと思います。海が見えて富士山が見える物件って実は貴重です。さあ、賃貸物件の場合バルコニーにこういう形で、給湯器があります。これもですね、給湯器の年代だったり汚れがないかってことを確認していただけます。意外におろそかにするところあるんですけど、この物件泉不動産さん、やっぱりベテランちゃんと賃貸管理されてるなということです。こういうところにですね、不動産屋の規模ではなくてちゃんと管理してるかってことをお伺い知れるんです。当然オーナーさんもそういうところちゃんと配慮していて、住む人のため考えてるってことですね。あともう一つ、年代が増えるとこういう梁がこうね出てしまうというケースがあります。まあ、ここはこの梁の部分を使って収納スペースとして活用しているという部分もあります。もう真ん中通ってしまう、これがだんだん年数進んでくると部屋の端側に進んでいくという形になります。まあ、真ん中こういう形で梁が少ない形ですよということですね。正面の玄関の雰囲気を見ていただきながら、今度は洗面と化粧台を見ていきます。洗面台も当時のスタイルという形になっております。こちら側が室内洗濯機置き場という形になります。それぞれ双方ね確認しましょう。昭和時代の洗面台を確認します。やっぱりこういう形で洗面台スペースが少なくて、へりが太い、テレビと同じですね。ね、千軒置き場って形もですね、当時は思います。ジョブ君、なるほど、歯ブラシ入れって感じですね。これ、斬新ですね。私も、おおっと思って何度も見ていましたけどね。そして、コンセント、スイッチ、おじさんが正面で、こんにちは、ありがとうございます。正面、正面って形ですね。まあ、三面鏡スタイルではないですが、十分機能性はあると思います。で、賃貸は基本的には洗濯パンが設置されています。下の階に水がこぼれても大変なんで、少しでも受けてもらおうという形です。コンセントも2つという形。もうこれは、ね、トラディショナルタイプ、商品も含めてという形になっています。そして、こちらのお部屋に関しては、オートバス付きという形になっています。他の部屋も拝見させていただきましたけど、一部の部屋は追い炊きもついておりました。これは部屋の仕様によって変わりますんでね、それはご用意してあります。シャンプー台、置き場なくも当時の管理感がありますよ。タオルだけ。シャワーヘッドは上下と2箇所置ける。開閉可能の窓という形ですね。まあ、この部分に関しても十分機能性はあります。ファミリースタイルという形で作ってますので、換気扇も含めて突っ張り棒を張ってしまえば浴室の部分を、まあ、洗濯物干し場、室内乾燥機という形で代用することも可能だと思います。まあ、皆さんそうやって使われる方結構多いですね。高さチェック、これが洗い場、そして浴槽です。ここのお風呂は結構差異がないですね。まあ、ユニットバスの場合差異はあまり大きくはないんですけど、状況によってはこの今見ていただくお風呂の浴槽部分も小さかったり高さに差があったりもします。ここも対象のタイプの形、こう縦にね1本ね棒を張ってしまえば、ここの窓を開けて、まあ、洗濯物を干すってこともできるわけです。日当たりが悪ければ。でも北側南側と2つねバルコニーあるんで、洗濯物はねしっかり干せる関係あると思うんですね。玄関一瞬見ていただいて、今度はトイレという形、玄関入ってすぐ左手という形ですね。これもですね、影響ない結構広さ感しっかり持った形の洋式トイレという形になります。シャワートイレついてますけど、あの設備という形でない場合がありますので、こういう表現をさせております。シャワーノズルは別途お金払ってくださいというケースもありますんでね。まあ、コロナ時代は大事な手洗いもついている、コンセントもあって、タオル掛けもありますよという形となると、換気扇
ね、しっかりここにちゃんと換気扇もありますね。匂いのことに関しても安心ですよということが分かっていただけるということですね。あの後ろの開閉の部分はあのパイプスペースなんかの確認管理用という形になっています。さあ、住んでしまうと意外に住みやすいという形の昭和62年築かな。第2メゾン星崎紹介いたしました。こういうしっかりした物件自体、まだ鴨の目エリアでも物件ございますんでね、そういう部分でも私も結構住んだら住みやすい、生活環境もいいんでね、そういう部分ではおすすめ物件だと思っております。当社第一ハウジングの動画チャンネルでは毎日午後5時に動画を上げております。最新の情報はホームページでご覧いただければと思います。